ハロー YouTube、 どうもドナイヤン王子です。先ほどね、試合が終わりました。パリオリンピック男子サッカーの、グループリーグ日本対マリで、1対0でね、見事、日本代表勝ちました。いやー、死闘でしたね。本当にもう 0-0 でね、もう試合終盤まで進んで、本当に結構危なかったです。本当にずっと危なかったんですけど、もう小久保選手はじめね、もう俺たちフロンターレの高井選手やね、大畑選手も頑張った、うん、守備陣がね本当に頑張って、そう、それでね、細谷もねずっとね本当攻撃の起点になって、運動量も落ちてなく、細谷ずっと悪くなかったんですよ本当に。うん、ずっとね頑張って走ってました。ただそれ以上に相手がね、相手が本当にもうフィジカルとかもう技術面でもう体格上回ってるから、なかなかちょっとフォスヤがね頑張ってるんだけど、悪くないんだけどなってのが続いてたんだけど、本当後半の終盤になって、あのスプリントですよ。いやすごいね、本当に凄まじい運動量ですね。あの時間帯にあれが出せるってのは本当にね、まあ、A 代表アジアカップも選ばれてますからね、フォスヤ選手はね。うん、いや良かったね、あのフォスヤのスプリントから、ね、佐藤健のシュートを外したのを最後山本力人がね、もう気持ちで押し込んだ泥臭い、ある意味ね日本代表らしいあの泥臭いゴール、気持ちだけで押し込んだ、気迫で押し込んだあの1点で、やっぱり勝ちたいって気持ちがね最後ね日本代表あそこにゴール導いたのかなと思います。本当に岡崎選手をね思い起こすようなね、本当にもう本当に気持ちで押し込んだね、もう鈴木貴之師匠みたいな、ああいう素晴らしいゴールでした。でもうゴールポストに2回も救われたからね、本当にもうねマリがねパワーでねもう放り込んで押し込んで攻めてくるのが多くて、ちょっとこれそのうちやられるんじゃないかと怖かったんだけど、もう最後の最後のところでね、もうポストだったり守護神コクボレオ・ブライアンがね何度も防いで、で本当にもう後半アディショナルタイムですよ、もうね後半アディショナルタイム5分のね、5分に突入した段階で PK 現状ね、うん、まあ、あれね VAR でハンドってなったんだけど、あれは攻められないですね、うん、本当にね猛攻をねみんなで守って、みんなで守ってよく、むしろあそこ詰めてね、あの飛び込んでいたっていう、そういう感じだったから、もうあれはちょっと不運で誰も攻められないハンドだったんですけど、それをねもう、まあ、マリの選手がね PK 外したわけなんですけど、あれを外したというよりかはもう小久保レオ・ブライアンのね気迫ですよ、うん、もうすごいよ、もう あいつって言ったらあれだけど、すごいと思う小久保選手は、あの人、まあ、で PK ってなった時にさ笑ってたからね、うん、あの PK が宣言された時に小久保レオ・ブライアン笑ってたんですよ、やばくないですか、うん、もうでも PK もずっしりと構えて気迫で外させた、そんな感じがしました、うんね、しかもちゃんとコース読んでたから、あれちゃんと枠内飛んでたらちゃんと多分セーブしてたんよ、あれすごいなマジで、あのアジアカップの時からね、あの U23 アジアカップオリンピック予選の時からね、やっぱ小久保レオ・ブライアンすげえなと思ったけど、本大会でそれ超えてきたね、本当にもう今日のマン・オブ・ザ・マッチ誰だろう、もういっぱいいるわ、わかんない、細谷かもしんないし高井かもしんないし大肌かもしれないし、わかんないけど、うん、いや素晴らしかったです、うん、本当に良かったね、うん、守備も本当にね、大肌も頑張ったし高井くんも頑張ったし、うん、で今日もやっぱりね藤田ジョエルチマはね、あのやっぱ別格の動きですね、本当に、まあ、今日ってイエローもらっちゃったけど、途中ちょっと頭打ってね、まあ、衝突があって大丈夫かなってヒヤッとはしたけど、やっぱりジョエルチマはとりあえず無事で良かったですね。ね、ちょっとイエローの累積を、ね、高井くんともどももらっちゃったのが気になるんだけど、うん、そうですね、まあでも本当にちゃんとワンチャンスものにして頑張りましたね、本当にね、日本代表 U23 日本代表、うん、なかなかねやっぱりそのサイドなんだろうな、攻めのパターンが 1,2 個ぐらいしかなくて、ちょっとマリに異様にちょっと封じられてたんですけど、うん、そうね、あとどうだろう、まあ守り、あとはそうだね、まあ、関根が今日は良くなかったっすね、まあ、ちょっとね、ちょっとイエローもらっちゃったっていうのもあるんだけれども、ちょっとね、ちょっとそうね、プレーがちょっと荒くなるところが
あるから、アジアカップの時もね、初戦でいきなりイエローもらったりとかあったから、あれ、まあ、ちょっとそれは心配だったんですけど、ちょっとやっぱりね、どうしてもなんか、ね、A 代表のアジアカップの時もそうだけど、センターバックが早々にイエローもらっちゃうと、どうしても消極的なプレーになっちゃうから、そこはね、やっぱ関根選手のあたりはちょっと変えてもよかったのかなって思いましたね。うん、あとはそうね、まあちょっと、まあ途中で変わったけど、斉藤選手も悪くなかったなと、頑張ってましたね。うん、今日はだからもう本当みんながね、そうね、頑張った。やっぱりプレー全体的に見たら、やっぱりマリに押されてた場面があったと思うんだけど、やっぱり気持ちですよね。やっぱ結局ね、こういうオリンピックっていうか大舞台では、本当最後、勝負の明暗を分けるのはやっぱりね、気持ちなんだなっていうのを、今日のマリ戦を見てね、本当に思いました。うん。やっぱ 1-0 で勝って、もうこれでね、もう2連勝でも準々決勝進出、決勝トーナメントはもう確定ですから、確定なんで、あとはね、もう1位通過して、ね、1位通過してね、あのノックアウトステージ、うん、決勝トーナメントで、まあ、いい相手と当たりたい、そうですね、まあ、パラグアイがイスラエルに4対2で勝ったらしいんですよ、だから、まあ、日本が勝ち点6で1位と。で2位が、パラグアイで勝ち点3で3位でマリと、イスラエルが勝ち点1で並んでるという感じなんで、まあ、次にね、まあ、パラグアイと日本が得失点差今3あるんですよ。だから、日本が負けてパラグアイが勝った場合で、まあ、日本がねちょっと点差つけられてパラグアイがねちょっと大勝したみたいな感じだったらパラグアイが1位になるのかもしれないなるんですけど、まあ、まあ引き分けでもね1位なんで、まあ、引き分けでも1位って言ったらなんかまた消極的になっちゃうかもしれないんですけど、まあ全然引き分けでいいですよ、イスラエル戦は。だから、あのそうね、あの A 代表がワールドカップでできてなかったターンオーバーというのをね、あのちゃんとしてノックアウトステージに、ね、万全な状態で、やっぱり中これでかい、やっぱね、この2戦目で決勝トーナメントを決めたのは本当にでかいです。やっぱりオリンピックスケジュールがめちゃめちゃハードで、でも中2日とかでずっと試合が進んでいくから、ここでイスラエル戦でターンオーバーできるっていう、これはでかいですね。まあ、ターンオーバーつっても、あの全部でメンバー18人しかいなくて、まあ、バックアップ含めたら22人しかいないから、ターンオーバーも何もないのかもしれないですけど、まあ、イスラエル戦でねちょっとここ2戦頑張った消耗が激しい選手を温存して、高井とか、うん、高井くんとかも温存して、ジョエル・チマも温存してイスラエル戦ね、まあ迎えてノックアウトステージから全力で、本当にね、もうメダルですよ。ロンドンでも取れなくて4位、東京でもね取れなくて、あのアセンシオのミドルにやられた、アセンシオのミドルで沈んだね、東京オリンピック、うん、もう今度こそね、メキシコオリンピック以来の、ね、メダルをね絶対にね取ってほしいですよ、本当に、うん、とにかくもう朝からね、朝からというかもう夜か朝から、なんかもう気づいたらこんなお日様立ってるけど、マジでね興奮しました。本当にいい試合を見ました、本当にね、うん、やっぱりこういう試合が見たかったんだよ、うん、気持ち、気迫で相手に勝つ、うん、やっぱりね、本当に今日見せてくれた若き日本代表にはね、本当にね、お疲れ様でしたと、感謝、そしてメダルに向かって頑張ってほしいです、はい、本当に3月マリに負けてたからどうなるかと思ったけど、今回ちゃんと勝ててよかったです、はい、というわけで、以上です。お疲れ様でした。